は大バカ者だ。僕には何も見えてなかった。いや、見ようとしてなかったんだ。この子は天使でもなければ女神でもない、ただの寂しがり屋な女の子。ごめん、ギャロ。軍藤さんは君をへこませようとしてあんなことを。キャロル？軍藤！すずちゃん！バカ！何なのあの人！違うんだ！きっと軍藤さんは僕のために。なんでみすずちゃんが私をいじめるとこうちゃんのためになるの？え？いや、それは言って。はい！軍藤さんが嫌われ役になってくれた。キャロルがこんなに自分をさらけ出してくれた。もう臆病者に逃げ道はないみたいだ。軍藤さんは背中を押してくれたんだよ。僕が思いを伝えられるように。愛してるよキャロル。遅くなってごめん。私もこうちゃんのこと大好きだよ。ありがとう、嬉しいよ。キャロルはなんで僕のことを好きになってくれたのかな。考えたことないな。ないの？だってこうちゃんはずっと私のそばにいてくれたし、いっぱい優しくしてくれたから、いつとかなんでとかもうわかんないよ。好きだから好き。あ、待ってキャロル、あんて何？そこまでです。へー。